プニング発生だ。吉澤明恵でした。みんなでワカメを食べて髪の毛をきれいにしましょう。こんばんは、吉澤明恵です。寒い寒いと言ってるうちにもう1月も終わっちゃいます。ちょっと早口は疲れますね。やっぱりやめよう。私は今コンサートツアーの真っ最中なんです。ハイヒール履いてるんです。私が初めてなんですけど、コンサートで衣装でハイヒールを履いた方がかっこいいからって言うんでハイヒールを履くんですね。だけど履いたことなかったんです、一回も。だから履いてみたらもうガクガクしちゃって、こう歩くだけでも膝とかこんな出ちゃって、おばあさんがこう前かがみに歩きますよね。おばあさんの反対なんです。なんかこんな反り返っちゃって、おばあさんの反対歩きって言うんですけど、だからそう、みっともなくて振り付けどころじゃないんですね。だからどうにかしなくちゃいけないって思って、そう、できるだけだからハイヒールを履いて慣れようと思って、だから学校が終わったらすぐ足にハイヒールを履かせちゃうんです。無理やり足はやだやだって言うんですけどね。もうでも疲れるんですね、ハイヒールって。それでは今日も30分吉澤明恵にお付き合いしてくださいね。近くに行きたいのコーナーなんです。ディズニーランドみたいな楽しかったこともあれば、先週みたいに雪の中を出かけたこともありましたが、今週は、私が大きな大きな夢を求めて宝くじを買いに行きました。今まで宝くじは5、6回買ったことがあるんですけど、ほとんど遊びのつもりで1枚とか2枚とか買ったんですけどでも1回も外れたことがないんです。100円じゃないな、500円買ったら1000円当たったりとか、1000円買ったら2000円当たったりとか、必ず買った値段より少し多く当たるんです。そう、そうなんです、外れたことが。でもあんまり大きな金額が当たったことはないんですけどね。だから得もしなければ損もしないっていう、だから私の場合はこういうので大きな夢をガバッと掴むのは無理なんでしょうね、きっと。でも今日はそんな私がまたまた有楽町へ行ってきました。あ、おばさんがいるんです、お店の。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。あ、ここは年末ジャンボ宝くじで8000円だ。当たってますよ。やっぱり買っていく人で当たりそう、この人は当たりそうとか分からないですか？意外とね、何にも選ばない人が当たってる。あ、結構こう悩んでる人はやっぱり出さない方がいいのね。いいことを聞いた。当たった人はお礼に来たりするんですか？しますよ。ケーキをね、こんないっぱい持ちてくれたり、たまにチップをくれたりとかね、いろんな人いるから。そうなんですか。今日のいかが2000万円当たるけど。いやー、どうしよう、2000万円当たったら今は2000万円当たるの、はい、2、3、4、5人いるんです、だから分けなくちゃいけないんですよね、5人で。じゃあ1枚だけいいですか？1枚だけ、じゃあ私選ばないで、目つぶってさっと取ったら、目つぶってこの辺、はい、はい、お当たりね。これ、あ、いい番号だわ、本当に。はい、どうぞ。私の LP 青い鳥を探しての中から一曲ご紹介するんですけど、涙が流れてというバラードなんですけど作詞が私なんですけど気に入ってるんです、とってもすいません。じゃあちょっと聞いてください。涙が流れて眠れない夜ふと